小泉大臣は午後、県庁で内堀知事と会談し、処理水の海洋放出をめぐる監視体制について意見交換しました。この中で小泉大臣は、自身をトップとするモニタリング調整会議の中に専門家による委員会を新設し、助言を受けながら海の監視を強化する方針を伝えました。これに対し内堀知事は、監視の強化とともに正確な情報の発信を求めました。データを公開をして、国内外に対して情報発信を的確にやっていくことによって、漁業者の皆さんに対しても今反対の声は我々も受け止めていますが、風評被害の最大限の抑制を図っていきたいと。そして知事からは今日新たに専門家の委員会は早ければ来月にも立ち上げるということです。こういったお話があります。